本日の東京新聞のウェブ記事なんですけども、皆さんこれ見てください。また例によりまして、東京新聞がですね、この安倍国葬を許さないというデモでこんなに人が集まったということをやっているんですけども、この写真違和感ないですかね？めちゃくちゃ違和感ないですか？はい、じゃあ次の写真見てください。これです。いかがですかね？安倍国葬を許さない。で、この事態は見覚えがあるかと思います。安倍政治を許さないということなんですけども、この国葬のところを見てください。これ、明らかに写真加工してあると思いませんか？そうでしょう。おかしいですよね。これ、国葬の部分だけ完全にこれ貼っていますよね。で、写真加工してあるんですけども、これ、新聞社がやることですか、これ。おかしいでしょ、どっからどう見たって。なんちゅうことをやるんでしょうね。もうこのレベルの低下といいますかね、もう一定のレベルにも達していませんけども、これが新聞社と名乗っているんですよ。もう恥ずかしくてしょうがないというか、口がポカーンと開いたまんまね、もう呆れ返っております。皆さんどう思われるでしょうか。これもぜひ拡散してください。